フォーリースカイルアです。お願いします。はい、始まりました。どうもどうも、ストライキングの時間です。タコベルでございます。今日タコベルです。タコベルさん、うなぎではないです。タコベルさんに言ってる。タコベルさん、今日何やるんですか、お母さん。今日は対決をやります。対決、対決です。おお、どんなやつですか、内容は。タコベルさん知ってますよね、もちろん。僕一回撮影でお邪魔させていただいて、はい、はい、タコベルさんで、今回は特別にタコスを用意していただいたんで、はい、そのタコスを使って、熱いバトルを繰り広げようではないかと。ちょっとあれじゃないですか、なんかアメリカ的なフードバトルチックな感じなんじゃないですか。さすが、お気づきが早い。ということで、今回のレギュレーションは制限時間10分にしております。おう、10分。短いね。でホットドッグと同じ仕様です。内容は、内容は3試合、3戦連続マッチなんですか。3試合、はい。おうおうおう。1試合目が言わずとしてタコス、タコスドドン、2試合目が、これね、もう分かっちゃう、ソフトクリーム、ドドンドドン。3試合目が、はい、ブリト、ドド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 ドーン。ちょっと待って、何、タコスとソフトクリームとブリトの何、3回やんの。そう、10分。これだって食材がアメリカンじゃない、はい、メキシカンというか、だから相当ハードになるんですよ。ハードです。これこういう食材、もしくはなんなら、あのアメリカの女王、モリーと戦えるぐらいの人じゃないと今回きついんじゃないの。おっしゃる通り。その通りです。で、誰と戦うんですか、僕は今回。お招きしましょうか。はい、僕戦いましたよ、モーリーと。はい、ではいいですか。うもう、え、サムライティングは初登場。初です。マジ初ですよ。はい。か、神が怒ってました。タコベル、タコベル。はい、ではすみません、お願いします。こんにちは、北海道のフォーリースカイラーです。よろしくお願いします。本日わざわざ北海道からお越しいただきました、アンジェラ佐藤さんでございます。すごい、なんか入りづらい振りしたね。ごめん、モーリーじゃなくてアンジェラです。いや、モーリーと戦ったことのあるぐらいな人じゃないと、はい、そのタコベルさんの激しいアメリカ系のフードファイトできないんじゃないかっていう。でも日本で女性でできるのって、もうさ、もうね、アンジェラさんぐらいなんじゃないと思います、僕も。そうかな。激しい、そういう。前回ね、大食いを2024出て、まあ、4位ではあったんですけど、日本の中では2位だったんですよ、はい、そこでちょっと自分、あれ、ひょっとしたら強いんじゃないかっていうことで、マックスさんにガチ勝負を挑ませていただいたんですが、はい、ありがとうございます、はい、あ、じゃあ早速なんですけれども、はい、こちらタコスだったりソフトクリーム、はい、ブリト、試合時間10分ってどうですか。ちょっと短いよ。短い、うん、おー、いや、ぶっちゃけ早食い要素だとマックスさん喉が太いじゃん、はい、女性よりは、はい、だからちょっとこれ無理かなと。アジアさん、マジでやだ、はい、ちょっと待って、場所からマスターまだ5000。意外と乗ってくれるんですよ。これダメですから、もういろいろ P ですからダメですよ。大変失礼しました。大丈夫です、事務所 OK だと思うんで。いいんかい、いいんかい。ちょっと、まあ、ある程度の日は保ちつつも、はい、全力で、はい、タコベルさんの中でバトルするという感じで、はい、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。いきます。では5秒までありますね。いただきます。5、4、3、2、1、いきます。うん、うまっ、
まい、うん、うまっ、めっちゃ肉肉しい、うん、食べてみたい。
6分というか残り4分です。これでどう？
ったら大丈夫か。お疲れ様でします。嘘でしょ。いや、それはね、遅いわ。君、弱いもん。もっと、私もちょっとここが冷たくなってきた。今日北海道持ってきてない。しまった。なんで重くやんすか、シンプルに。あ、何物が好きだから。あと北海道だから寒さに強い。でもそういうのあるんですか。はい。今日の結果です。ね。すごいよ。すごいっす。やばいよ。いや、挑戦してみよう。終わったら。いや、わかるよ。わかる。俺別に、あの、
大阪とかで何でもないからやれば分かる、本当に何やるソフトクリームとかめちゃめちゃ美味しい。そうなの、後味すごいさっぱりしてて、ミルクパンすごい、うん、でもしっかり濃厚ですよね。何もったすごい気持ち悪い。例えば、エンバイさんとか、あの女性陣結構強いじゃないですか。うーん、初めてなんですよね、ソフトクリームやったの。あ、じゃあそうか、彼女君やったことないんだ。ないと思います。甘いな、食系。自分がこぼれるんじゃねえかと思いましたけど、今すまなすぎて、うわうわおかまい、あったまれ、あったまれ、熱、俺熱出る、うわ気合いだ、気合いだ、気合いだ、クオーよし、何言ってますか、何言ってんですか、わかんないけど、10は言ってないの、お願いします、いけ、俺いけ、頑張れ、最後、両方いいよ、クオ、熱ゼロ、熱、クオ、俺に熱を願う、うわまさかの予想外。これはですね、僕も食べてみて思ったんですけど、アッチャーさんがやばいです。あ、でもめっちゃ寒いっすこれはやばいですそんなに、もうね、雪の女王ですよね、雪の女王、これは本当に雪の女王、これはアナです。で一応3回戦あるんですけど、もう2個選手されちゃってるんですよ。映像的に一番良くない展開なんです。わかります。3本勝負で1-1にならないやつ。一番やっちゃってる。やっぱ一番最後はやっぱ1万点ぐらいの感じの。待って。だんだんそれやんよ。映像ってそういうもんだよね。マジで？今日で有名なサムライの人。いえ。まあいいでしょう、はい、はい、いい、で最後ね、3戦目の男見せないとまずいですよ、ここは、はい行きます、3秒でいきますね、さあ、いただきます、2-1、スタート、いただきます、うん、うん、うまっ、うん、うん、うん、目の前ですなくなったのに上下にはいっぱい用意してやる、お米入ってる、うん、お米入ってるよ、
ってか。寒い。
ニーキです。鈴木さんの勝ちってなんかいや、ダメでしょ。え、そうなの。そんなのあるんだよ。シンプルにアンジェラさんの勝利でしょ。ありがとうございます。はい、ということで鈴木くん負けでございます。これ負けです、どう見ても。2対1の負けです。でもね、僕あの最後一心報えたんで、うん、そうですね、ちょっとそこは嬉しかった、正直。ただ個人的にソフトクリーム食べてる分、キャパ分もやっぱアンジェラさんがいっぱい食べてるんじゃないかって思って1試合目はいい勝負でしたよ。2試合目で胃のキャパの使い方全然違ったんじゃないかなと。一言言っていい、はい、俺も同じこと思ってた。そうですよね。多分トータル全部負けてるなと思った。だって僕たちやっぱこれ北海道行ってリベンジしないとダメじゃないですか。おこれは、お来て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 、ぜひぜひぜひ。北海道どこ？札幌？札幌。アニの札幌なんですか？札幌っす。いやちょっと北海道でね、うん、ちょっとなんか行きたいですね。企業案件ちょっとお願いします。企業案件かい。そうですね。じゃあ次回は北海道を目指して頑張りましょう。はい、ちょっとアンジェラさんの地にちょっと我々乗り込む形になるかもしれないんですけども、はい、その時は今回のリベンジマッチのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あとましてアンジェラさん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。アンジェラさん強い。